キングダムエディケーションクリスチャンライフの担当の JCM の藤田恵子です。JCM は教会教育の分野で地域教会に仕えています。子供や中高生の学びまた保護者向けの学びなどもしています。今、えー、クリスチャンライフではほんまかいな知りたいねんということで教理の学びをしています。今日はその36回目でクリスチャンの生き方という ことで四回シリーズでやります。今日は神様との交わりです。今日はクリスチャンの生き方一。神様との交わりということについてお話したいと思います。 えっと神様との交わりまあ、交わりって考えた時に誰と交わるのかっていうのが大事なんですね。そして、今日は最初にまず神様との交わりということを考えたいと思います。神様とあなた、また私との関係はどういう関係でしょうか一つは親子ですね。父と子の関係です。そして、えっと父なる神様のことをまあ。 この聖書ではですね、アバ、父、アバっていう言葉を使います。でもこれはなんかお父上とかいうそういうちょっとかしこまった言い方じゃなくてお父ちゃんとかあとダディとかっていう感じで本当に親しい関係の言葉を使ってるんですね。ですから神様って言うとなんか遠い存在ですけども それが私のお父さんなんだ、お父ちゃんなんだっていうことになるとすごく身近に感じていきますで。そのような関係の中でどういう交わりか。この関係によって交わりっていうのが変わってきますね。えー、第一ヨハネ三章一節二節にこういう言葉があります。私たちが神の子供と呼ばれるために事実今私たちは神の子供です。また、 愛すすす。する者たち私たち、ち私は今でででに神の子供です皆さんどうですかね。自分が何か良い子にしてると神様がお「お前は私の子供だいい子だな」って言ってくれるように感じますかもし悪い子だったら「うーんお前みたいなのは私の子供じゃないよ」って言われちゃうでしょうかでも聖書ははっきりと「今すでに神の子供です」と書かれています。 あなたがもうイエス様を自分の救い主として信じているならば神様はあなたのお父ちゃんになってくれているんですそしてそれは本当に親しい関係を持つことができるんですねまたもう一つ神様との関係は友達という関係もあるんですこれはイエス様がおっしゃってるんですがヨハネ15章の14節15節で私があなた方に命じることをあなた方が行うなら あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。でここでしもべという言葉と、そして友という言葉が出てきましたけど、しもべの場合は、まあ、主人がですね、しもべにすべてのことを知らせることはないかもしれません。 でも友達だったら「ねえねえ今度こういうことするんだけど」って「どう思う?」とかって言って自分がやろうとしていること目的そういうことを全部伝えてくださるんですね。そしてイエス様は私たちのことを「じゃなくて友と呼びます。友達だよ」って言ってくれるんですね。友達っていうのは力関係でこの上下関係がないんです。まあ、お父さんと子供の場合は上下関係がありますよね。 でも、友の場合は対等なんです。そして本当に一緒に何かをやる。一緒に協力してっていうことができるような、そういう関係です。ですから私たちが交わりを持つ方は、父なる方であり、また友である方だ。ね、本当に素晴らしいことです。じゃあ二つ目には、なぜ交わりをするのかっていうのを考えてみたいと思います。 まあねイエス様信じて神様の子供にされて天国行けるようになったからもうそれでいいよ別に何も交わらなくていいよと思うかもしれませんでも神様はその交わりをしてほしいと思ってるんですねまあ、神様との交わりは何ですかって聞くと多くの場合はデボーションって言いますねまあ、神様とのまあ静かな時間とも言いますけども聖書を読んでお祈りをしてこの2つがまあ基本で神様と 交わりりをすするとということになりますそして、御言葉を通して私たちは養われていくんですね。第一ペテロ2章の1節から3節までこう書いてます。ですから、あなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪口を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を死体求めなさい。 それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。ここでは、この生まれたばかりの血のみ子のように御言葉をね、したい求めなさい。御言葉を持って成長していきなさい。御言葉を味わいなさいって言われてるんです。赤ちゃんにもしミルクをあげなかったらどうなりますか 死んでしまいますねクリスチャンもそうなんですイエス様信じて新しい命新しく生まれました神の子として生まれましたでも御言葉の父をもらわないと死んでしまうんですねもちろんこの死ぬっていうのは正確ではないかもしれません私たちが天国に行けることは変わらないし神様の子供であることも別に御言葉を言わなくても変わらないですでも私たちの内側は もうカラカラに乾いてお腹が空いてもう神様のことがわからなくな,なってしまうんですねそういう意味で考えると本当に霊的には死んだ状態せっかく神様が与えてくださった救いの素晴らしさ神様の愛そういうものがわからなくなってしまうんですねはいそして神様はそれを味わいなさいと言ってますでもう一つ理由がありますそれは神様ご自身が 私たちに願ってるんです。神様ご自身が私たちと交わりたいんだと願ってるんですね。黙示録3章20節にこう書いてます。見よ。私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 ユダヤ人の文化の中ではですねこの食事をするっていうのは特別なことなんです一緒に食事ができるようになったっていうことはかなり親しくなったよっていう印なんですね一、まあ、回二回会った方ですぐ食事をしようなんていうことはないんですねですからここでイエス様があなたのところに入って食事をするっていうのはイエス様ご自身が本当にあなたや私ともっと近くなりたい もっと一緒にいたいというふうに考えておられるっていうことなんですそしてそこで食事の席はどうですか食事の席ではいろんな楽しい話をしますよねあの子供たちは親に向かってもあ今日は一日こんなことがあったよあんなことがあったよとかこういうこと心配なんだ今このこと気にしてんだとかそういうふうなこととかを話したりしてるんですねだからそういう中ではやっぱり 食事を一緒にする。イエス様ご自身がノックして入れて,て、私あなたともっと交わりたいんだって願ってます。そして、エレミア33章の2節3節には、地を作られた種、それを形作って確立された種、その名は種である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。 これはどういうことでしょうか神様ご自身が私に呼びなさい私に求めなさい私んとこ来なさいそしたら私はあなたに答えるよでも答えるだけじゃなくってあなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに示そうというんですねあなたに告げようと言われています私たち人間は神様を知っているようで知らないんです実はあなたは神様がどういう方ですかって言ったらいくつ言えますか 神様救い主ですとか神様愛なる方です神様義なる方ですうーん神様罪裁く方ですうんじゃそれからあんまり出てこないかもしれませんよねでも実は神様っていうのはすっごい、まあ、素晴らしい方なんですその素晴らしさを私たち全て理解することができないだから神様と交わる中でまた一つあ神様あれみ深い方なんだ 神様助けてくださる方なんだ。あ神様は恐れ多い方なんだ。ね。そういうことを一歩一歩神様に近づいて神様と交わりする中でどんどん知っていくことができるんですよね。ですから神様は交わりをしてほしい。神様ご自身が私たちのことを全部知ってますけど神様は私たちが神様をもっと知ってほしいと願っているんです。だから交わりをしたいと願っています。そしてもう一つ。 の理由はでですすすね成長するとということです私たちは神様がどんな方か交わりを通して神様を知っていけば知っていくほど本当にあの信仰の面でも成長するんですね。なぜかというと神様がこういう素晴らしい方だって分かってあ神様は信頼できる方なんだっていうのがもっともっとよく分かるようになると信仰が強められて 何か問題が起きても攻撃がやってきてもあ神様に耐えれば大丈夫って確信を持つことができるんです本当に信仰の大人へとどん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 成長していくことができるんですねだから神様は交わりを通して私たちがもっともっと成長してほしいと願っていますエペソ4章の13節から15節にこう書いてますついに私たちが皆信仰の一と 神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに、 達することができるためなのです。まあ私たちはこのイエス様を信じて生まれました。天国に行くまで何年あるか分かりませんが少しずつ成長してキリストに似たものにちょっとずつ変えられていくわけですよね。でそのために何が必要か神様との交わりです。神様を知ることによってそのことが変わっていくんですね。では具体的にどのように神様と交わっていけばいいんでしょうかまあ 基本はデボーションでで、すよね。御言葉を読んそそしてそのまた神様に祈っていいくととうことです。まあ、デボーションの中に賛美を入れたりっていうのもいいですけどもぜひですね一日1回か2回神様との交わる時間を決めてですねとってそのデボーションっていうのをやってほしいなと思いますそしてその時に何をするかまずデボーションの時ですね一つは神様のことを思ってほしいんです。 ただ聖書を読んで祈るだけで終わりでは本当に神様と交わったことにならないですよね。神様を思う。神様ってどんな方かなって、神様を想像してほしいんですね。聖書にこう書いてます。篇二27編の4節には、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを。主の麗しさを仰う気味。 そそのの宮で思いににふけるそのために、ね、どうでしょうか、まあ、神様の庭のところでですね神様のことこう思いに浸ってるっていうそういうイメージが出てくると思うんですね。 私はですね時々寂しいなって思う時にあイエス様が自分をこう抱きしめてくれてるようなイメージを持つとあそうだイエス様私のこと愛していつも私と一緒にいて私が寂しい時抱きしめてくれてるんだよなってそれを想像するととってもあったかくなる心があったかくなるんですねそしてそうだイエス様はそんなふうに私を包むことができる方だってわかるわけです目では見えません神様は 感じることもできません。触ることもできません。でも、私たちは想像力を働かせて、ああ、こういう方がイエス様なんだ。きっと今、私のことをこんな顔して見てるんじゃないかな、とか、そういうことを想像していくと、もっともっと神様のことが、あの、神様の交わりが、生きた交わり、深くなっていくなと思います。 また、えっ、ー、と詩篇143編の5節には、私は昔の日々を思い出し、あなたのなさった全てのことに思いを巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。これはどういうことでしょうか？神様が今までにしてくださったことがどういうことがあるかなっていうのを数えてみるって言うことです。ああ、あの時一人ぼっちでつらかったけど、神様は私に平安を与えてくれた。 あの時、もう危機的な状況でもうどうしていいかわかんない、泣き叫んでた時に神様は救いの手を用意してくださった。そういうふうなことを一つ一つ考えてみるんですね。あなたはこの、ね、いや、そんなこと考えたことないよと思うかもしれません。まあ、私も中高生を教えているんですが、中高生にですね、聞いて、あの、時々聞くわけです。祈祷課題なんかないですかって。 そして今の子供はですね、ほとんど別にないとかって言ってね、祈祷課題出さないんですよね。私、えー、神様に祈るのに祈る課題がないってもうなんか信じられないんですけど、なんか期待しないっていうか、いや、今の状態がそのままでも何にも問題ない。それから改善するっていうことを考えない。もしくは問題があるにもかかわらず、いや、それを神様に言ったって無理でしょって、もう頭から信じていない。 ね、でもそういう子も神様が自分の祈り,に祈りを聞いてくださるって分かった時に変わるんですよねある子がまあ入試でですねもう絶対無理だってもう入試のテストが終わったあと祈ってずっと祈ってきた無理だもう自分で点数つけたらもう無理だああもうダメだ落ちたなってがっかりしてたんですですも合格800と合格格としてたんです。 でその時彼は思ったんですす神様感謝します本当に神様祈り聞いてくれるもう自分の力で絶対無理だと思ったけど合格させてくれてありがとう!」そしたらその後から「この祈祷方いないですか?」って「あ今度テストがあります」え「テストでちゃんといい点取るようにお願いします」っていう風にしてどんどんそれが出てきたんですね。 別に神様のここととに関係すすることだけじゃなくてもいいですよ。あなたの自分の生活の中においてテストの点だとか友達関係だとかそれはすごく重要な問題じゃないですかあなたの人生に今の人生にとって重大なことを神様に関わってもらう神様に話をしていくお願いするこれ素晴らしいことなんですよ。だからそのように、 していくことが、このデボーションの大切なポイントです。自分の問題を神様に知っていただく。そして、それを信頼して神様がどんなふうに解決してくださるかなって見ていきましょう。また、聖書を読むときに、えっと、こんなふうに読めればいいなと思いますが、詩編119編の35節から38節にこう書いてます。私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。 私はその道を喜んでいますから、私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに満たし、あなたを恐れるようにしてください。私たちが神様のデボーションをしたいなと思うときに、やはり邪魔をするものがあります。 どういうものが邪魔するかってと、雑念って言ったらいい、あれですけど、まあ違う、他のことですよね。自分の頭の中で他のものがいっぱいいっぱいもう渦巻いていると集中することができないんですね。で、特にやっぱり神様に集中するってすごく難しいんです。だからどうなってしまうかっていうと、私たちの中に例えばゲームのことがいっぱい入っているとか、また恋愛のことがいっぱい入っているとか、またその まあ若い男の子はどうでしょうかねそういうポルノ的な映像だとか写真だとかやっぱりそういうのを見るつもりがなくても目に触れてしまってそういうのがバーっとやっぱり頭の中を揺るかもしれませんで、そういうものが頭にいっぱいあると神様に集中することができないんですねですからここに書いているように虚しいものを見ないように私の目をそらせあなたの道に私を生かしてください 神様は私たちが本当に心から、ね、自分の問題を神様に祈ってほしいと願っています。そしてそういう間違ったいろんなややこしいものが頭の中にいっぱい入ってくるのをのけて本当に集中して神様の方に向けてほしいと願っています。そのことによって神様に祈ることができます。まあ、見言葉をどのように学んでいくかは それはままたた別の機会にしいいと思いますでも今日はとにかく自分自身を心を広げて神様に自分の問題を素直に話していくことができるようになることそれがとても大切だっていうことをまず知ってくださいそしてあなたは神様にこういろんなことをお話しすることができるようになったとしたら今度はそれに対して神様が語ってくれないといけないでしょうね。 この交わりっていうのは一方的に自分が神様にこうしてほしいああしてほしい私はこうなんだああなんだっていうことじゃなくて神様がそれに対して答えてくださるそうじゃないと交わりにならないわけです。じゃあ神様はどんな形で答えてくれるんでしょうかまず一つはでですねメッセージの中で 神様語ってくださいます私たちは神様のこういろんなことを神様にお願いしてまたこの問題とかいろんなことを話しててすぐに答えが来なくても日曜日の礼拝でメッセージを聞いている時に「ああこれがあの祈りの答えだ神様はこのように私を励ましてくれた神様はこうすればいいって道を示してくれたありがとうございます」って言って御言葉を通して神様が語ってくれるこういうことがありますね。 もちろんそのディボーションの最中に聖書の御言葉でももちろんあの語ってもらえますけどもそういうふうに語ってもらえますであなたはどう思いますか一人のメッセンジャーが神様について神様のことを語ってますよねそこに百人聞いてる人がいたとしたら百人同じようには聞いてないんですつまり一人一人必要が違う神様にお願いしていることが違うので神様が語ってくださる答えも一人一人違うんです すごくないですかね例えば一つ例を挙げてみますと、あの、迷子の羊ね、100匹羊がいたけど一1匹いなくなりましたという、あのメッセージを例えば聞いた後に、牧師先生がですね、あなたは今日のメッセージで何を学びましたかっていうふうにもし、聞いたとします。すると、ある人はですね、あの、迷子の羊を見つけるまで探す、例え話で、ある人は、自分は迷子だったけど、見つけられたんだ。 救いの確信を持ちましたというふうに言いましたまたある人は見つけるまで探す羊飼いのことに心が打たれて本当に自分を探し出してくださったイエス様に感謝しますまたある人は一匹の羊が失われたら近所の人々に言って大喜びするそれぐらい一人の人が救われるっていうことは価値があることなんだっていうことが分かりました そんな風に一人一人は同じメッセージを聞いているにもかかわらず受ける受け方が違うんですそれは神様が御言葉を通してあなたにそのように語ってくださるこれも神様との交わりの中にあるんですねでは次には賛美です賛美はどうでしょうか、ね、え賛美はあの素晴らしい神様からの賛美を聞いていると本当に励まされるんですが賛美は多くの場合 まあ、聖書のの言葉ににメロディーをつけたものこれが賛美になっているんですねそしてあとは信仰の内容のこと例えば神様を褒めたたえる内容だったり神様に対する信仰告白だったりそういうことが賛美になっています。ですから賛美を聞いた時に「あこれだ!」そうなんだよって言ってその神様がその賛美の中に入れている真理を答えとしてもらうこともできます。 ですからそういうい意味でこの賛美を聞くとても大切でです。でも逆に言うとこの賛美っていうのは非常に霊的なものに影響すするんですね。もともと賛美っていうのは神様を褒めたたえるためにまあ音楽って言っておかしいですかね音楽は神様を褒めたたえるために人間に与えられたものと言ってもおかしくないんですね。だから私たちはこの音楽っていうものが非常に私たちの霊的なものに影響するっていうことも覚えておきましょう。 ですからそういう意味ではこの世の音楽の中には本当に良くない音楽この私たちの霊的なものに対して攻撃をするような悪いものもいっぱいあるんですね。ですからそれをいやあのメロディーが好きだからこのリズムがいいからって言って かずっと聴いてるっていうのはとても危険なことですね。私のまあ友達がですね、まあ、あんまり英語できなかったようですね。でも彼女はこのリズムが好きだからって言ってあ,の、まあ、ある音楽を聴いてたんですよ。そしたらそこにたまたま,まあ外人の人がいて何聴いてんのって言ってあこれ聴いてるって言ってこう聞かせたわけですよね。そうするとそれを聴いた時にあのその人が「えこんなの聴いてんの?」って言って「え何ですか?」って まあ外人それは私はセックスがしたら「私はセックスがしたい私はセックスがしたい私はセックスがしたい」ってそんな歌詞だったそうなんですね。それで「なんでクリスチャーなのにこんなの聞いてんの?」とか言われて「えーってびっくりした。でもそういうものが言葉が分からなくても私たちの霊には悪い影響を与えてしまいます。賛美は神様が私たちにを私たたたちちにと交わるためのの一つのツールなんでですねでもそれを まあ変な方に悪魔と交わるためのツールとして用いるなんてとんでもないことですよね。ですから自分が何を聞くか、歌詞がとても大事です。歌詞ね、その歌詞がどういうものかっていうことでちゃんと聞き分けるようにしてもらったらいいなと思います。また次にはですね、この人と話している中でまあそういうふうに神様からの答えをいただく場合もあります。私はあのある時将来どうしようかな。 まあ仕事をしてたんですが、もうそのインテリアデザイナーになりたいと思ってこうプロを目指して仕事をしてたわけですよね。でもそれの仕事をしながら、でも神様のためにも使いたい。どうすればいいかなってこうやって悩んでたんです。である時先輩に話を聞きに行ったわけです。でその先輩はますごく優秀な方で、あの未信者だったんです。でもその方が言ったんですね。あの才能がないんだならやめた方がいいよって言われたんです。 まあきつい言葉ですけどでも私はそれをパッて聞いたときにあこれは神様からの答えだなって分かったんですどういう答えか才能は誰が与えるのか自分が努力して才能が与えられるもんではない神様が才能を与えるんですだからもし神様が才能を与えるんだとすれば私たちが 努力してこうやらなきゃああやならきゃって言って才能をもっと勝ち得るためにもっと時間が必要もっとこれしなきゃって言うんじゃなくて神様に手放せばいいんだ才能は神様与えるんだから私に才能を与えようと思えば神様がその能力を与えてくれるしそうでなければもうやめればいいんだというふうにも思ったんです。 それで私はそのインテレデザインの勉強をするのをピタってやめたんです。もちろん仕事はそれでやってるんですよ。だけど仕事以外の時間にもっといろいろ勉強しなきゃってやってたのを全部やめたんです。どうなったと思いますか？神様は才能を与えてくれたんです。今まで誰も褒めてくれなかったのに、もう周りの人がえ最近上手になってきたねってタッチが良くなったよとか言ってどん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 褒められる言葉があって、あこの才能は神様から来たんだって言って分かったんです。 だからあなたにいろんなことを言ってくれる助言する人たちの中で時としてあの未信者であっても私たちに語ってくれる場合もあるしまたクリスチャンの人が良い助言を与えてくれる場合もあるかもしれません。でもそういう形でも神様は私たちに答えを与えてくださる交わってくださるというふうに言っています。えっとまたもう一つですね三浦絢子さんっていう方がいるんですが三浦絢子さんの本でですね あのこういうい言葉があるんですどちらかが見心がわからないんだったら大変だという道を選びなさい私の人生ではそれがいつも神様の見心の道だったこの三浦絢子さんの,その小説の中のこの主人公主人公じゃないけど、まあ、そのおじいさんが言ったこの言葉があ自分に対する神様の答えだ今どっち行こうか迷ってたけど自分が行きたくない方いやこれはちょっとと思ってる方が 神様の御心だったんですねっていうようなことも理解することができるようになりました。そして今度はお祈りの中で神様が語ってくださる場合があります。で、先ほど私は神様に全部明け渡して祈ってくださいと言いました。祈りはとても大事大事です。だから全部本当にあ,あの怒ってたらもう神様腹が立つんですって悲しければ神様って言って泣けばいいんです。だけど聞いてほしいのは。 自分が祈ってる間に神様が答えてくださるその余裕をけといていてほしんですねどういう意味かというと「私一人ぼっちで寂しいんです」って神様に祈ったら神様がその後で「でも私はあなたといつも一緒にいるよ」だってあなたが一緒にいても見えなないもんでもんで私はあなたと一緒にいるよ」とか。 そういうふうに私が神様に祈っているときに、神様が私に対して心の声心にです。語りかけてくれるんですよね。それがあるときは御言葉であったり、いろんなことがありますけど、とにかく神様は祈りの中で語ってくれます。だから気をつけなきゃいけないのは、あの機関銃のような祈りをしちゃいけないっていうことですね。機関銃のような祈りって言うのは神様。何とかかんとかしてください。こうしてください。こうしてください。って、こうしてさいずっと延々と。 もううずっっと切れ目なく祈ってしまうそしたら神様がそこで途中何か神様の交わりとしてこうだねあそれいいねとかいろいろ入れたくても入れるススペースがないんですですから私たちが交わり神様と祈りという交わりをしているんですが神様祈りの中で語ってくださるんですからそのことを本当に入れていけるスペースを作っていきたいなと思います。 オッフー。最近思うんやけど、オッフー怖いな。え怖いかそうや。まず第一に、顔が怖いやろ。それから言うことが怖いやろ。言い方も怖いやろ。しやから、怖くて怖くてな。え、そんなことないほんまに怖いからな。夜かって眠られへんねんで。昨日も。 怖かったし、一昨日も怖かったし、ほんまにオフは怖いから怖いから困るんや。なんでくまくん。そんなずーっとずっとずっと言い続けるん。オフはそんな子はないで。せやけど、お前怒ったやん。でもあん時はくまくんがオフのお菓子食べたからやろ。あ、そうやった。くまくんがそうやって物取ったりとかしたら怒んの当たり前やろ。 しやけど、顔も怖いし声も怖いし言い方も怖いしもうええからそうやってずっとずっとずっと言い続けてたらおふめちゃくちゃ悪い人みたいやんかうんなんかなそういうふうな言い方やってたらおふはなほんまに悲しくなるでだっておふかってくまくんと話したいのにくまくん一方的に喋るんやもんそやな なんかお祈りするときに一人でなバーってお祈りしてる人みたいでえそうなん神様にお祈りするのに一人でバーって祈ってる人おるんかそうや神様にお祈りするのにね神様なんとかなんとかそらーって言ってえー、それは神様に失礼ちゃうかそやなくまくんわかってるやんお祈りはな 神様との交わりの時間やねしやから、こうやっていろんなこと話してるときにな、神様がちゃんとな、あの、答えてくれるんやで。えほんまにそうや。例えば、そうやな、おふが、こう、誰かにな、いじめられててな、悲しい、そう、今日みたいにクバくがひどいこと言ったって,て悲しいだって、こういうふうに思ってるとするやろ。うん。ほんなら 神様がその時に大丈夫私はあなたが間違ってないの知ってるよって言ってくれたりまた私はあ,のあなたのそばにいていつもあなたの味方だよって言ってくれたりそういうふうにするわけえーそうなんやすごいなだからお祈りしてたらなだんだん楽しくなってくるしほんまに嬉しくなってくんねん 神様ってどんなに私のこと愛してんのかなーって思って。もう心が温かくなるんや。うーん、なんか心があったかいんだから。今日は神様との交わりということを考えていきました。でも、もう一つ。あの最後に付け足したいのは？ 神様との交わりをする上で大切なことは私たちが神様が何か語ってくださった時に私はそれに従おうっていう気持ちがあるかどうかってすごく重要なんですねもう最初からああもう私はこのことはもういくら神様が言っても私はしませんとか私はやめませんとかっていうふうなことを決めていたら神様はあなたに語ることをしないですね聖書の御言葉にこう書いてますヘブル 三章十五節。今日、もし御声を聞くならば、見怒りを引き起こした時のように、心をかたくなにしてはならない。と言われているからです。神様が語ってくださった時は、従う。その気持ちを持ちたいですね。そして、もう一つ。神様の交わりを邪魔するものが一つあるんです。それが罪です。私たちはもう、イエス様信じているので、すべての罪が許されているんですが、 でも心には罪の性質が残っています。だからやりたくないなと思っても嘘をついたり喧嘩をしたりということが起こってきます。でその時にこの罪に対してちゃんと告白をする必要があります。じゃないと神様との関係がこう壊れた状態になっているんですね。あの告白しないならば。 で、壊れた状態のままだとどうなるかっていうと、恐れや怒りや不安が入ってきて、そして神様が与えてくださる喜び、平安が入ってこない。そしてもう一つ大きなことは、見言葉に書いてますが、神様は祈りを聞かれないと書いてるんですね。いざや59章の一節二節、見を、主の見てが短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の都ガがあなた方、 とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が身顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。だからあ、自分は罪を犯したなって気がついたら神様にお祈りをして罪の告白をしてそれからこの神様との豊かな交わりの時間を持つようになってくださいクリスチャンとして神様の交わりとても大切です だけどそのとても大切なものをなかなか習慣化するのも難しいですよね。でも自分で意識してとにかくまず神様のことを考えて見言葉を読んで自分の素直な気持ちを神様に祈ってっていうふうに少しずつでもいいですからそれをやり始めてください。まあぜひ時間を決めれば一番いいんですけどもまあそういうふうな形で本当に自由な神様との交わりを体験しそれが普段の生活の中でも 現れてくればいいなと思いますではお祈りします愛する天の神様今日は神様との交わりについて学ぶことができてありがとうございます神様は私たちと交わりたいと願っています祈りを通して御言葉を通してまたメッセージを通して賛美を通してまたいろんな人たちを通して神様は私たちに応えてくださろうとしています神様 あなたが耳を傾けて私の祈りの声を聞いてくださるので私たちが心から素直な気持ちで神様にお話しできるように助けてください。デボーションは一方的なただ祈りではなく話し合うことです。本当に神様との時間を体験できるように一人一人を助けてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。